仙台原発、明日発送電を再開。 九州電力はおととい11日に再稼働した鹿児島県の仙台原発1号機が明日午後6時に発電と送電を再開すると発表しました核分裂反応を抑える制御棒の機能を確認する検査では異常はなく作業は順調に進んでいるということですこれ再稼働自体はむしろ僕は遅すぎると、うん、考えてますその原子力規制委員会のいわば調査能力が限られていることもあって、はい まあ無駄に時間を使ってしまってその間、ずっと足元を見られてえ油も天然ガスも高いものを買わされてですね、はい、これ、原発動いてなくても何も問題はないと言ってる人やその朝日新聞をはじめメディアがいるのはもう本当に僕は驚くんですけどあの少なくとも今、現安になってるからいくまま市になってるけどもその前は1年間に4兆円の無駄が出て無駄っいうのは僕たちからですよ。電気代が上が上ってるかかららそれから 減安になった今でも明らかに年間で言うと3兆円を超えている値が出てるんで、うん、消費税1%上げて2兆円ですよ、はい、だからそれで何も問題が起きてないってのは一体どうなっちいるのかでこの仙台原発のある九州の大学のお先生がそんなのはビビタル取るに足らない話だと発言されてて、うん、電気代がこんなに何割も高くなることが取るに足らないんですか、うん、それで経済を論じてもらっちゃ困るんですよね あの生活としても産業としても、はい、でも同時にですね安倍総理をはじめとする政権側もやらなきゃいけないことやってないですよ、ね、それは何かというとその本当の情報公開であってあの例えばねこれあの,あの朝の虎ノ門ニュースっていう CS 放送でも言ったんですけれど。はい 昨日 TBS はびっくりするが立派な放送をやって昨日30年を迎えた、はい、ジャンボ機墜落事故について、はい、その圧力核兵器の修理をやった技術者を見つけ出してきて、はい、何もミスしてないと言ったりするっていう、ねあのはい、ものすごいのそのインタビューのあれはびっくりしましたけども、うん、おそのようにそのアメリカのいい加減なところが本当は あの事故を引き起こして、亡くなった520人だけじゃなくて、生き残った川上恵子さんたちも人生雑多にされて、その中で苦しんでこられたわけですよね。はい、で同じことが、実は福島第一原発で、欠陥路のマーク1を、1> うん、アメリカが西海岸で地震が多いから使えないと言ったやつを日本にうるつけるアメリカもアメリカだけど、それを買った自民党政権と、うん、政権と一着した東京電力っていうものの責任を、はい ちゃんと明らかにしないとそれとその日本の国産の世界で一番安全な原発となんで一くたんになるのかと、うん、それからあ例えば僕はその事故直後作業員以外で初めて入って4号路があのシャッターが開いてたから地震で壊れてないっていうのをメシで確認しましたけれども。うん 青山いっぺん見ただけで言ってるって言われるけどでも本当はそれをきっかけにして考えていただくとですね誰でも分かることがあって同じ福島第一原発の構内で、はい、5号炉6号炉が全く被害なかったなぜかというとちょっと傘上げしてたからですね、うん、さらにその北の東北電力女川原発は、はい、同じような揺れが来たのに、えー、実は被害が出てない。それも実は東北電力の若い技術者が 頑張って事実上、かさ上げをしてたからであって、はい、つまり、水の被害を受けてないわけですよ、それなのに、この仙台原発を含めて活、活断層、活断層、活断層の話ばっかりする、なぜかというと、原子力規制委員会の重要メンバーが、東大の地震系の先生だったからですよね、うんはい、原子力は,はっきりとご存じない、まあ、勉強はなさったけれども、そんな簡単に分かる話じゃないんですよ。 だから、その余計なところにたくさんの時間を使ってしまっている、それもこれも、もとはといえば、はい、この安倍政権も、そういうアメリカのご機嫌損ねるような情報をちゃんと出してない、出さないまま、はい、この再稼働だと言われてもですね。 みんなはあの地震に対して大丈夫ですか備え大丈夫ですかって当然そうなるわけですよねあれだけ事故調の報告書は出たけれども、ええ、結局だから総括まだできてないじゃないかってそれでね総括できてないとも言えるけどもその事故調の報告書で言うとね国会事故調とか、はい、あるいは有識者の事故調とかみんな地震ではやられただろうっていうのを、はいわば仮説だけどうん、うん、そうやって書いちゃったけど、ええ、原子力規制委員会の調査報告書は、はい、地震では壊れてないって結論なんですよ。うんあれれもしれ地震で壊ててるっっなたらド ちゃんと報道したはずが、はい、壊れてないとなってヒューっと小さくなってる。それはメディアが浮かんでるけど。でも政権もそれに立ち向かって、都合の悪い情報も出さなきゃいけないですよ。はい。